さあ続いては朝日新聞プレゼンツ新聞の力です。朝日新聞と一モニがコラボレーション、話題のニュースをさまざまな角度からお伝えしようというコーナーです。今回はこんなタイトルでお送りします。こちらです。ニュースでメキメキ読み解く力です。朝日新聞本紙にも掲載されているこのコーナーは、ニュース記事を読んで内容が理解できないと解けない4択問題に答えるというものです。問題制作はこの方にお願いしました。先月一モニに生出演していただいた教育アドバイザーの清水明弘先生です。後ほど VTR で解説をしていただきます。はい、では皆さんルールを説明していきます。はい、まずニュース記事が20秒間画面に出ますので、読んでしっかりと内容を理解してください。その後4択の中から記事の内容と違っている選択肢を選んでください。はい、というわけで、はい、中継から戻ってきた拓志郎さん、はい、帰ってきましたよ。準備はよろしいですか？ちょっと今お腹いっぱいなんで、ちょっとあの優しめの問題でお願いします。ちょっと眠くなってきちゃったか。ちょっとね間違えたら買ってきてもらうから道明くんは初めてですか？これ初めてで、確かにそうなんだ。楽しみ。しっかりと読み解く力つけていきましょう。はい、頑張るぞ。それでは第1問です。こちら、皆さん早速始まりますよ。しっかり集中して読んでください。はいはい、こちらは再生エネルギーに関する問題となっています。清水先生も言ってましたけれども、文脈から内容を頭でイメージしたり、あとは数字にも皆さん注目するとよりいいかもしれません。理解してくださいよ、しっかり。そして覚えてください。では選択肢参りましょう。太陽光と風力発電を一時的に止める出力制御が急増した。2023年に制御された電力量を朝日新聞が集計した。1年間に制御された電力量はおよそ 19.2億キロワットだ。 19.2 億キロワットはおよそ45万世帯の月間消費電力量だ。よく読めたね。さすがアナウンサー。1から4までの選択肢の中から皆さん一つ選んでくださいね。はい、一つ先ほどの内容と違っているものがあります。ちょっと待って、いいですか？いや、行きましょう。これです。決めましたかね？では皆さん答えを一斉にお出しください。せーの。はい、ちょっと割れましたね。割れたね。拓志郎さんが1番、道明くんが2番、そして、ヒカルさんも2番、はい、福永さんが4番、小又さんが3番ということで 1,2,3,4 全部割れてしまいました。自信がグレーだなと思うやつを選んだかな。自信ある人。はい。おお、ではちょっと自信なくなっちゃった。正解見ていきましょう。いきますよ。正解はこちらです。どうだ。あ、4番というわけで福永さん正解です。自信あったんじゃなかったですか？だって数字書いてたもん。数字見たよ。数字書いてたよ。数字は合ってるんだけど。では問題を作ってくださった清水先生の解説を聞いてみましょう。一問にをご覧の皆さん、教育アドバイザーの清水明弘です。今回の問題いかがでしたか？それでは解説をしていきます。難しかった。今回は再エネ発電に関する問題で正解は4番でした。はい、1番、どこに書いてあるのか、太陽光と風力発電とあります。それは冒頭に書かれていました。2番、朝日新聞が集計した、それはこちらに書いてあります。3番、1年間に制御された電力量約 19.2 億キロワット、それはこちらに書いてあります。書いてたんですよ。4番、この 19.2 億キロワットは約45万世帯のというのは、あ、ここに書いてあるなと思いきや、これは月間って書かれてますね。年間が正しいので、この4番が誤りになります。数字にも注目して。今回のポイントです。何あたりの数字なのかというところに注目すると正解が導き出されます。いかがでしたか？ご覧の皆さんもスタジオの皆さんも、次回も正解を目指して頑張ってください。以上、清水明弘でした。また先生。はい、次回も清水先生に問題を作っていただき挑戦していきたいと思います。はい、ではここでプレゼントのお知らせです。
朝日新聞と HTB で共同制作したオンちゃんグッズをそれぞれ10名様にプレゼントします。オンちゃんアプリから朝日ファミリークラブのホームページにある応募フォームにアクセスしてください。以上、朝日新聞プレゼンツ新聞の力でした。